そうですね。そして相手するのは、なるのはレイヤーパーティー、賢者構成のポポポ、鉄人、ヒデチュウ、レイヤーという感じになります。オリボーさんはね、自分でポイントを取りに行く旅芸人なんですね、取れるところは、うん、そうですね。旅芸人だと結構自重するパーティーも多いんですけど、はいはい。まあ、だからレオンさんのパーティーの根底にあるところというのは、レオンさんが基本的なホルダーとして動きつつも、やはりね、そのレオンさんが落ちた時にレオンさんを倒した相手を逃がさないような戦い方をしてるんですね、うん。これは個人グランプリ風に言うとポイントリレーという言葉よく使われたりするんですけど、やはり個人グランプリの上位常連の方々になると、そのあたりをしっかり固定の戦略にも組み込んでくるという、はいはい、そういう面白い戦い方をしていくと思います。まあ、ただこの試合に関しては相手が賢者構成、さらに言うとパラディン、武闘家と属性攻撃を非常にですね、あの強力なものを備えている職業になっておりますので、マリーさんがホルダーで来るのではないかというふうに予想しております。はい、はい。さあ、そして、まあ、はい、試合始まりました。なんか統一感ありますね、これはね、うん、これそうなんですよね、真っ赤でね、全員統一してくれてるんですよね、はい、おそらく WDC 用にですね、はい、考えてきてくれてる。いや、本当ありがたいですね、いろいろプレッシャーかけて申し訳なかったんで、はい、お、フィクサーさん、こんばんは。あ、フィクサーさん、はい、いらっしゃいませ、ありがとうございます。ご協賛の方も本当にありがとうございます。スポンサーのフィクサーさん、お越しいただいてますね、はい、ありがとうございます。あ、これ、すいません、あの賞金のちょっとかかった試合なので、あのかもしですね、ポポポさんたち方、ナイキャッチ使わさせてしまいます。すいません。はい、使わせていただきます。試合展開非常に早い、まだ30秒経っていないけど動き出しました。はい、早いですね、動きは、こちらまずは続いてるんですけども、お、まずはこれ鉄人さん落ちる、超ファイブされ鉄人さんのポイントを回収しましたが、ポポポさんにも50点入っております。ここはまだ痛み分けといったところでしょうか。そうですね。で、はい、マリリさんとポポポさん持ってる、なるほど。ただ思うように回復が飛ばせないですね、賢者パーティーにおいてはこの150点を守りきるのは非常に大変です、うん。さあ、そしてここでさらに魔法ステも切れそうです。魔法ステ、そうですね、スペルガードも切れそう。そうならないようにヒデチュウさんと鉄人さんがどんどん前に出て荒らしたい、うん、はい。さあ、そしてすぐに襲いかかってくるが、うーん、やはり合わせてくる。今ね、ヒデチュウさんがね、うん、ゴリボーさんのポイントを取ったんですよ。25点とはいえ、ただあまり取られたけど、そうですね、ここでヒデチュウさんがマリリさんを落としましたよ。おっと、トップホルダーに。ここで、いや、今のはですね、ヒデチュウさんバトルマスターなんですけど、相手のホルダーのポイントはいつ取っても大丈夫でしょう。はい、失礼いたしました。はい、失礼いたしました。はい、すいません。はい、で、ヒデチュウさんがですね、はい、あの止まってる間にですね、マリリさんに落とされてしまいました。はい、失礼いたしました。ここでですね、攻め込まれてしまうと非常に辛いところではあります。はい、はい。さあ、ただ、こちらの、あ、レイヤーさんポンが入ってるか、入ってますね。レイヤーさんはキラポンが入ってますね、うん、キラポンが入っているので、今あのナイトメアファングを入れましたけど、そのナイトメアファングでは毒は入りません。はい、はい。さあ、ポポポさんを生かしていきたいけど、レイヤーさんが落とされてしまう、レイヤさんが落とされてしまう、はい。ただここでヒデチュウさんがですね、いいプレートインパクトを入れて、そうですね、プレートインパクトライカーですね、今見ましたか。見ました、これは見事ですね、タイミング、なるほど。これは今のはうまい、うん。プレートインパクトが入って出力が下がったところのライガーだと、もう片手選手も耐えられないんですよ。はい、今の見事な連携でしたね。さあ、カウンターで鉄人さん落とされてしまいましたけども、ポイントは相当縮まる。ただお互い苦しい状況、そうですね、ヒデチュウさんが止められていて、ただロマリオで耐えた、耐えるけれども、あ、かわされた、かわされた、かわされた、うわ、ここでマリリさんの2ターンがなくなる、生きてるマリリさんの2ターンがなくなって、ゴリボーさんに天下無双を打つ余力が生まれた、はい、ここでイオグランデが来ました。はい、ただ今食らっても、イオグランデには3人巻き込まれましたね。うーん、つらい、今ら痛いですね、これはすごい。いやー、順番のサイドがマリリさんにだけ回復音ばっか、はい、察しました、これ、ポポポさんが250ポイント超えました、ここで、ケンさんの、はい、お話あった通り、超えましたね。あ、ただ、これ、ザオが入って、ここで、そうですね、ザオが入ったので、うん、確実に拾っていきますね。そうですね、それだけはさせてたまるかっていうのが、拾っていってます。はい。はい、さあ、残り1分20秒となっております、ポポポさんが211ポイント、マリー30ポイント。
やはり予想した通りですね、あの一箇所に集める展開になってきてますね。そうですね、ポポポさん、相手が旅芸人構成だと、うん、どうしてもこういうふうに一箇所に集めないと苦しいんですよ、うんうん、さあ、そしてそういうところは捨てていかないと、もう笑った時点で死にますから、はい、しかも今マリリーさんが残り20台耐えたんですけども、やはりいつ打ちてもおかしくない、それだけの火力の高さはありますね。この状況になってサイクロンアッパーを耐えて、うん、耐える、いや今のはしっかり耐える、今ねファランクス入れてたんですよね。そうですね、おそらくねゴリボーさんは風耐性ゼロなんですけど、うん、ファランクスで耐えました、うん、40というそういうことですね。はい、うん、今のファランクスはお見事。さあ、そしてアクロバットスター、これはどうやって突破していくか。でね、もうゴリボーさんポイント持ってないじゃないですか、うん、ゴリボーさんの相手はできないんです。そうなんですよね。ああ、そして飛んでくる百花両乱、そうなんですよ、うーん、そうですね、これがそうなんですよね、お話ししていた鉄棒の百花両乱、はい、鉄人さんが確実に、はい、あ、ただここでまあネビラがこれは落とせるかな、レオンさんは落ちるかな、レオンさん武器ガード、いや武器ガード、しっかり水量は入って、武器ガードしっかりイオナズンですか今。そうですね、お見事ですね、はい、イオナズを入れました、はい、マサルノスさんが落ちたら負けか、マサルノスさんを狙っていく、はい、マサルノスさんは防御してマリリさんがかばっている、あー耐えた、いやお見事でしたね、うん、はい、いや熱い試合でしたね、すごい、そうですね、さすがはチャンピオンということで、うん、目まぐるしく試合が動く展開でしたけど、はい、はい、まあ、私が言った通りポポポさんが250点集められなかったから、そうですね、勝てなかったというふうにさせていただいてもいいでしょうか。もう徹底的にすごい用心されましたね、はい、うん、ちゃんとザオで拾っていく、最後来ましたよね、私が予想予言したと百花両乱が、はい、そうですね、絶望の百花両乱がね、はい、うん、今回最後までやり遂げたら私がペリケンさんに少しボーナスをお支払いしますから、はい、そこはですね、次回開催に向けた宿題にさせてください、すいません、申し訳ございません、ピクサーさんすいません、ナイキャッチ使えなかったです、はい、ちょっとお預けという形で、はい、また後ろでチャンスあるので、ナイキャッチはじゃあ、 まだ取っておきましょう、はい。